坂本葉月は、日本の女性アイドル。ワースタのメンバー。兵庫県神戸市出身。エーベックスマネジメント所属。愛称は、ハーチン。2010年、エーベックスアイドルオーディション2010を受け、3時、審査進出するも落選。しかし2011年10月3日、アイドルストリートのデビュー候補生であるストリート生に2期生、追加メンバーとして加入し、 同年10月8日に行われた定期公演アイドルストリート2011キラキラホリデーで初お披露目された。加入のきっかけについて ABEX アイドルオーディション2010を受けてお声をかけていただいたからですと語っている。2012年12月25日アイドルストリート第3弾グループジェムのスターティングメンバーに選ばれたことが発表された。以降、 ジェムスターティングメンバーとしての活動とストリート生としての活動を並行して行うこととなる。だが、2013年6月11日に開催されたスーパーガールズ生誕3周年記念 SP アイドルストリートカーニバル日本武道館超絶少女たちの挑戦2013のステージ上で発表されたジェムの正式メンバーには選ばれなかった。しかし、同年8月7日、 今度は、花ガールとアイドルストリートがコラボレーションしたアイドルユニット花りちゅのメンバーに選ばれた。花りちゅメンバーにはそれぞれ担当する花があり、坂本はひまわりを担当した。その縁もあって2014年からの約1年半、株式会社、坂田の種が発売するひまわり、ヴィンセントのイメージガールに起用されている。花りちゅの活動とストリート生の活動を、 並行していっていたが、2015年3月29日に開催されたアイドルストリートストリート制全校集会2014年度終業式でアイドルストリート第4弾グループワースタのメンバーに選ばれたことが発表された。メジャーデビューグループに選ばれたことにより、同31日をもってストリート制としての活動を終了し、同年8月8日をもって花立を卒業した。 その後は、ワースタメンバーに専念して活動していたが、2021年6月8日、同年12月末をもってワースタを卒業して、芸能界を引退することを発表した。ワースタでのイメージカラーは、パステルイエロー。公式ニックネームは、ハーチン。ストリート生の代表として、週刊ヤングジャンプ2014年ナ、no. ンバーワン05の企画。 サキドルエースサバイバルシーズン3つかめ YJ 登場券に参加し、読者投票により12名のアイドルの中で第1位を獲得。同志2014年ナンバーワン級特大号に、サキドルエースサバイバルシーズン3優勝、坂本葉月ご褒美グラビアライク、A フラワーと題されたソロ水着グラビアが掲載された。2014年10月25日に、 サンリオピューロランドで開催されたスーパーガールズ超絶ハロウィン・イン・サンリオプロランドのイベントとしてミス・サンリオピューロランドスと性公開オーディションが実施され客の投票によってグランプリを獲得2015年7月からの約2ヶ月間サンリオピューロランド学生限定割引キャンペーン学パスモデルとして広告展開されたスペイン語を勉強中で 2020年1月30日にスペイン語技能検定5級に合格。好きなアーティストは、あやか、ホワイトジャム、ゆず。ありがとうございます。